主催ライブの帰りにスタッフさんが事務所組みんなを連れて牛丼屋さんに連れて行ってくれた時に、ともえがすっごくはしゃいでたのが印象的でした。後からブログを読んだら、みんなでご飯、家族みたいで楽しいなって書いてあって、それを見て、いつも強がってちょっと突っ張ってるけど本当は寂しがり屋の普通の女の子なんだなって知りました。寂しくなったり何かに迷ったりつまずいたりしてやりきれない時には、いつも事務所で隣に寝てる玲香に話してきてね。玲香姉ちゃんに、いやもうママでいいやって遠慮せずに頼ってきてね。そしてトモエには、こんなにもたくさんの、こんなにも深く大きな愛をくれるファンのみんながいるから、安心して前に前にそう挑んでってください。これからも夢みたいな場所にいる真実をどんどん掴んでいってね。玲香ママより。だったんだけど、なんか今じゃもう差が出ちゃってて、
すごい尊敬してます。いつも頑張ってる姿を見てニヤニヤしてます。誕生日おめでとう。はい、オズの星あいなです。たまえさんお誕生日おめでとうございます。たまえさんはいつも優しくしてくれて、パフォーマンスとかもすごくて、いつも尊敬しています。これからも応援しています。はい、スチームガールズの川村の中です。ともえちゃんお誕生日おめでとう。17歳ということでね、私と同い年にねなって、まあ、17歳に私がなった時におばさんだおばさんだって言ってたんですけど、もう小柳もねあっという間にねおばさんになっちゃって、はい、そんな小柳はあんなね下手でヤンキーとか言ってて、なんかヤンキーぶってるけど本当は甘えん坊さんで、すごくなんか伸びのぼろくて可愛い子なんですよ。だからねやっぱりセンターの小柳さんは私がね取って、私がセンターになるので、みんなねあれだね、小柳待っててください。誕生日おめでとう。それが別に何でもよかったんですけど、その時にたまたまそのアリスのことを思い出して、それでなんかなんとなくピンときたんですよ。ダンスもできないし歌もできないしで、最初はオズのメンバーにすらなれなくて、研究生からのスタートだったんですけど、それがすごい悔しくて、もともと負けず嫌いなんですけど、そこから毎日もう全然ダンスの経験とかなかったんですけど、毎日コツコツ先輩とかに教えてもらって、ちょっとずつダンスを覚えて、それでやっとオズのメンバーになったと思ってなったんですけど、そこからスープガールズっていう選抜がまた始まって、でオズの姫川優奈ちゃんと私が落ちちゃって、それでまたスチームガールズの選抜があって、それでもう絶対無理だろうなとほぼ諦めかけてたんですけど、なんかでもやっぱダメ元で頑張ってみたくて、すごい頑張って練習して、それでスチームガールズのメンバーに選抜してもらって、でちょっとなんだろう活動をしてきて、それでやっとなんだろうセンターっていうポジションをいただいて、もうなんか。もう本当考えられないですよ、昔の私からしたら。センターになったらこう周り誰も見えないし、自分が間違っちゃいけないしみたいな、そういうなんだろうプレッシャー、いい意味でプレッシャーで、なんかすごいしっかりしなきゃなっていう気持ちに変わりました。負けないです負けないです、どうせあの子にも。センターとしてのプライドとかもあるし、絶対に負けたくないです。私動員1位もいただいたんですけど、なんかやっぱりなんだろう毎回じゃないので、17歳になってからもっとパワーアップして、もう毎回動員1位が取れるように頑張りたいです。